さあ、そうということで、今こちらに貼ってあります明日の門、明日のです、明日の門別の4レース、JRA 認定スーパーフレッシュチャレンジ2歳の新馬戦、まあ今年最初の日本全国の中での、2歳馬のデビュー戦ということで、1200m 外回り9頭立てで行われるということになりました。でですね、こちらちょうどステージの横にこのモニターがございます。こちらにですね、明日のその2歳馬戦のそのスーパーフレッシュチャレンジの、参考 VTR がございますので、ご覧いただくことになります。この参考 VTR は能力検査の映像になりますけれどもね、プレイヤーさんの解説いただきながら、ご覧いただこうかと思います。4つの参考レース、能力検査をご覧いただくことになっておりますが、まずは4月2日に行われました能力検査ですね。これは、フィランソロフィーが、出ているレースです。はい、赤い帽子岩橋騎手ですね、はい、この日の一番時計だったんですけども、コースタートから、楽に先手を取って、はい、外から巻き違えという馬が迫ってはくるんですけれども、この2頭で後続を離していきます。まあ、フィランソロフィーはもう終始楽な手応えで50秒4をマーク、まあ、430キロ台と小さい馬なので距離が伸びて、まあ、そんなに安心できない部分もあるという桑原調教師のコメントもあったんですかね。ただいい能見だったと思います。はい、続いて同じ日に行われました今度は富士のパンサーの方を、ね、出ているレースですね。はい、6頭立ての一番外 800m のスタート地点ですぐ3コーナーなので外枠の馬は結構不利なんですが、高ダッシュから3コーナーで先手を取り、まあ、そのまま押し切るという内容で、はい、まあ、これもフィランソロフィーとコンマ1秒しか違わない1着50秒後ですね。ですから中身はこのフジロパンサーの方が濃い可能性もあります。新種馬のベーカバトのサック、はい、マリーカップで形容されてますけれども注目の新種馬です。はい、続いて3月19日に行われましたプレイザーゲームが出ている農研です。はい、はい、これは農研初日の日でした。はい、51秒8というのは水準以上のものはあるんですが、もう直線に向いても楽な手応えで、五十嵐騎手もしびれたと言ってたんですよね。まあ、今回は持久車がね、フィランソロフィー出ますので五十嵐騎手はそちらに乗るという形になりますが、2着とはいえもう手応え楽ですからね。そうですね、外の馬ですね。はい、岩橋騎手は普段の攻め馬も乗ってますので、そうですね、この馬のことはよく分かってます。はい、そして最後、スティールキングが出ておりますレースですね。3月19日のレースです。はい、はい、これも農研初日、はい、まあ、内枠からコースタートを決めて、まあ、そのまま流れ込む形にはなるんですが、まあ、これも2着とはいえ、終始楽な手応えで進んでいましたし、はい、この後結構ビシビシやってるんですよね。あ、そうなんですか。ということで、4つの能力検査の映像をご覧いただきまして、まあ、それらを踏まえて古谷さんに予想をいただくことになるわけなんですけれども、はい、印、はい、本命2番のプレイザーゲームですね。はい、はい、対抗が5番のスティールキング。5番のスティールキング、はい、はい、黒三角は、8番の藤野パンサー、8番、その後に1番のフィランソロフィー、これが23画ですね。はい、はい、それに3番の神の巡り合い、はい、という順番で考えています。はい、本命が2番のプレイザーゲーム、対抗が5番のスティールキング、黒三角が8番藤野パンサー、23画1番フィランソロフィー、そして3番の神の巡り合いが白三角で5と、挙げていただきました。ではその、ね、プレイザーゲームから順番にお話を伺いたいと思いますが、はい、この統計すごいですね、本当にね。はい、この日の一番時計は50秒台というのもありましたので、そんなに目立つ時計ではなかったんですが、はい、ただとにかく手応えの良さですよね。うんうんうん、でこのあとゲートから9日の日に出してるんですけど、ゲートから出して、はいはい、ラストの下から14秒1とかかったんですが、この時合わせたのがコバの、中央で2戦して結構いい競馬してた馬とやってるんですよ。だからそれはもうしょうがないところで、その後ハンドできちんと姉妹重点で3波の37秒3ラスト12秒5の最終追い切りを消化してます。これも、4月の27でしたかね、はい、水沢で行われる日高賞というレースに出場予定のゆずるの恩返しという重賞ウィナーと合わせ馬をやってるんですよ。はいはい、だから
2歳の新馬でこの時期に重賞ウィナーと合わせているという点からも厩舎の期待の表れというのを感じていただけるんじゃないかと思うんですが、はい、まあ、プレーザーゲーム、この馬は本当に函館に再ステークスを意識している馬でもありますし、そうですか、はい、この馬を中心に考えています、はい、で相手にはスティールキングを取れましたが、こちらも農研では2着52秒2という時計はそれほど目立つものではありませんが、まあ、あのシャイニングアワーという中央のオープン馬、はい、まあ、今北海道競馬にいるんですけれども、はい、これの弟に当たるという点、まあ、その血統の良さですね、はい、それから角川厩舎はこのスーパーフレッシュの勝率が非常に高い、うん、まあ、昨年も勝っているんですけれども、はい、やっぱりこう高い2歳戦、賞金の高い2歳戦は角川厩舎要注意ということで、はい、このスティールキング相手と取りました、はい、であとはその藤野パンサーベーカーバドの3区で、ビエカバドという芝は皮膚が薄くて本当にあの馬体の良さが目立つ、それが、子供にも伝わっているんですけれども、はい、どちらかというと芝向きの印象はあるんですが、結構昨日雨が降りましたので、うん、馬場が軽いことが予想されますから、藤野パンサーはその時計勝負になった時には農研のスピードからもですね、はい、やはり注意しておきたいとですよね、はい、まあ、あとは1番のフィランソロフィーも先ほど言ったように4月2日の1番時計、はい、楽な手応えでマークしている点、スクリーンヒーロー3区トレーニングセール受けもする種目なんですけれども、まあ、そういう面で2歳の早い時期というのは、はい、このフィランあのスクリーンヒーローの子は注目していいですよね、はい、神の巡り合いはあの農研の VTR なかったんですが、はい、いやこれ田中庄司厩舎期待の一頭で、あ、そうですね、まあ、どちらかというと千人よりはもう少し距離が伸びてからというタイプだとは思うんですけれども、ハンドでの追い切りでも3ハード37秒7ラストも12秒4としっかりとしまい伸ばした最終調整をしてきましたし、はい、一発あればこの3番の神の巡り合いかなというふうに思っています、はい、これなんか私のねマスがなぜかあるんですけど、ね、この間オートで散々印打ってなんか当たってるのかそれかよく分からなかったんですけども、僕こっちにします。あ、そうですか。はい、でこうします。でこうしてこうしてでこれと、もう一個なんか言うけど、なんだっけ、4パスですか、ごめんなさい、6番の、はい、スーパーブルー、はい、はい、はい、まあでもなんかもう農研見たらこの2番と5番はやっぱちょっと抜けてるかなという正直やっぱ感じがしたので、でその後ちょっとね5番はね強い追い切りをかけてるという今の古谷さんのお言葉ではね、ゲートから結構ね、ただ角川厩舎ってやっぱりスタートセンスがいいんですよ、だからそのスタートっていうのに重点を置くので、はいはい、2歳戦でスタートがポンと出るっていうのはやっぱり武器になりますのでね、うん、というところも古谷さんのお話を今踏まえて、はい、私は逆に5番を踏んでですね、ただプレーザーゲームっていうのは追ってしっかりしたタイプですので、うん、まあ、そのスティールキングをしっかりとかわすことができる可能性はあると。あるで意外と新聞の印見てるとプレーザーゲームってそこまで熱くないのでですよね、なんかね、はい、だったら馬単の妙味はありますよね。そうですね、はい、まあ、古谷さんこれ買い方あげますからちょっと分からない、私はやめますから、はい、馬単で、はい、2番から頭で、それも裏もないです。2からですね。5、8、1、3ですね。はい。はい、4点。馬単頭で。2番頭固定で。明日の門別4レース。そうです。明日の門別。明日ですね。明日の門別も4レースでございますので、ご注文いただきたいと思います。明日、日本で一番最初に行われます2歳馬戦、2歳のフレッシュ、スーパーフェスチャレンジ。JR 認定1000、JRA 認定1200m、4時10分。明日の16時10分。発送予定でございます。まあ、2番のプレイザーゲーム本命、対抗が5番のスティールキング、で、黒三角が8番のフジノパンサー、20三角1番のフィランソロフィー、白三角が3番の神の巡り合いというところで、古谷さん挙げていただきました。